はい、どうも JB です。本日もプロスペースやっていきたいと思います。はい、ということで本日なんですが、サムネタイトル見てもらったら分かるように2024シリーズ1ラスト契約書開封やっていこうかなと思っております。2024シリーズ2への完全移行までもあと1ヶ月切ったということで、シリーズ2へ持ち越せない契約書をね、このシリーズ1シリーズ2獲得できるこの期間にラストの契約書開封やっていこうかなと思っております。まあ内容で言ったら、ゴールド契約書、 S ランク確率契約書と、まあ、S ランク契約書1枚かなっていう形ですね。この今ミキサーのところで残り22日と16時間っていう風に出てるんですが、まあ、これがゼロになったタイミングでシリーズ2への完全移行が来ると思っていただければ OK です。ですのでこのミキサーの残り22日と16時間、より期間が長い契約書っていうのはもうすでに取っておくようにしましょう。取っておく契約書としましては、ゴールド契約書、S ランク確率 10% 契約書、30% 契約書、 S ランク契約書、この4種類は必ず残しておいてください。 A ランク契約書、 A ランク自チーム契約書につきましては、正直引いても引かなくてもどちらでもいいのかなと。各ユーザー、自分が欲しい A ランク選手がシリーズ1シリーズ2どちらでも出てる場合は引いた方がいいと思いますし、シリーズ1だけでしか出てないっていう場合はその選手が出るまで引かずに残しておく、まあ、もしくは完全移行してから引いた方がいいのかなといったような形となっております。ですので、この前のワールドチャレンジャーの累計契約書を引いた際に A ランク契約書はがっつり引いたので、まあ、今回はゴールド契約書とか S ランク確率契約書で神引き目指していこうかなと思っております。まあ、このシリーズ1シリーズ2どちらも出るタイミングっていうのは、かなり自分の狙いの選手が引きづらい、ピンポイントで引くにはかなり確率が低すぎる期間となっているんですが、まあ、それでもねゼロではないので獲得できるチャンスは十分にあるのかな、十分はねえか、少しでも可能性はあるのかなといったような形となっております。で今シリーズ2で獲得してる通常 S ランクなんですが、過去ガチャ動画で獲得した、まあ、中日のキノタクトで、この前の契約書から出てきた、アリエル、この2選手しかまだシリーズ2の S ランク選手は出ていませんと。それ以外はまだ全然獲得できてないですね。スペシャルレアリティでちょこっと手に入ってるようなぐらいなので、まあ、今回、シリーズ2の選手狙って引いてはいきたいと思うんですが、まあ、欲しい選手は結構いますね、まあ、なのでこの選手が欲しいとかっていうところは割愛していくんですが、まあ、S ランク複数枚獲得を目指してきつつ、シリーズ2の欲しい選手を狙っていけたらなと思っております。というわけでまずはいつものごとくゴールド契約書から引いていきましょう。ゴールド契約書で S ランクでなおかつシリーズ2が出るとめちゃくちゃでかい。それじゃあいきましょう。ゴールド契約書10枚お願いします。はい、A ランクは確定してる。もっともっと、もう一個演出来てくれ。まずい。笑え。まずい。 A ランク止まりか。はい、あー、エスピノーザ欲しいです。1枚。さあまだ引きます。まだゴールド契約書を引いていきます。何枚あったっけ。まあちょっと、残り期間シリーズ2まで持ち越せるゴールド契約書もあったんですが、まあ、今回のね動画がほぼラストになるのでもう10枚ちょうどあったので引き切っちゃおうかなと思って、ゴールド契約書もう10枚、20枚目お願いします。 A1 は渋い。はい、おっと演出が。よし、 A は買って、もう一個。おい、あ、まずい。笑え。いや調子いい。頼む、出てくれ。きつすぎー。はい、堺。ゴールド契約書20枚引いて A2 枚はきついな。
さあ、S ランク確率引いていきましょう。 10% が3枚、 30% が1枚となっております。 S ランク確率 60% ですね、全部で。まだ、S ランク出てない。 S ランクお願い、本当にお願い、出てくれ出てくれ。 S ランク出ないんだったらエスピノーザの A ランクお願いします、お願いします、お願いします。今日しんどいなぁ。レッツゴー。はい、白。オッケー、 S ランク確定。よし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 、あとはシリーズ2引くだけだ、シリーズ2引くだけだぞ。さあ来い。打たない。何枚出る何枚出る何枚出る。シミノゴ、ここ。いやー、ミキサー要因。もう1枚、 OK、 2枚。うわー、まあ楽天だからよしとしようかな。3枚。あ、鈴木さら、いいねー。まあ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 、いいでしょういいでしょう。 S ランク確率から S2 枚はいいでしょう。で、もうラストっすね。S ランク契約書、ラスト1枚引いていきたいと思います。もう1枚あるんですが、これはね、パワースピポイントクラブで交換した、プロスピ2024-2025購入した時の特典となっております。これは残り28日なので、完全移行まで持ち越そうかなと思って、ラスト、この動画ラスト S ランク契約書引いて終わろうかなと思っております。さあ来い、さあ来い。シリーズ2。まあ、さっきのね、楽天の太田選手はシリーズ2で獲得できたんで、もう1枚ぐらい継承できる強い選手をお願いします。マジでなぜ打たん。さあ来い。シリーズ1。もうこれはね、完全移行した際にミキサーめっちゃ回そうかなと思ってます。はい、ということで今回、シリーズ1ラストの契約書開封、シリーズ2完全移行前ラストの契約書開封やってきたところ、まあ一応 S ランクは3体獲得できましたと。まあまあまあ神引きではないんですが、悪い引きではなかったのかなと、グッジョブと言えるぐらいの引きなのかなと思っております。皆さんも契約書、あるようでしたら、シリーズ2持ち越せないやつは今のうちに引くようにしてください。期間が来てしまうと消滅してしまいますので、それはもったいないので、ぜひとも期間内の間に引いておくようにしてください。で、そして本日10月29日、ただいまエナジー684エナジーとなっております。ワールドチャレンジャーのリベンジガチャやるためにはあと66エナジーで750到達するということで、なんとかギリギリいけそうかなといったラインとなっております。ですので、また、たまり次第、ガチャ引いていこうと思いますので、そちらのチェックもよろしくお願いいたします。本日の動画が良かった、参考になったという方、高評価チャンネル登録ぜひともよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画で会いましょう。バイバイ。